と幸せに風にそっと歌うよ。悲しみに似た薄紅色、君がいた恋をしていた、君じゃなきゃダメなのに一つになる愛と知っていたのに、春はやってくるのに、抱きしめたい気持ちでいっぱいだった。この街でずっと二人で無邪気すぎた約束、涙に知っていたのに、花はそっと咲くのに、yeah、 君は今も君のままで、会えないけど、季節は是这个年华的最后一个步骤，勾线条。线条在中国画里面是很重要的一个步骤。有时候一幅画的成败关键就在线条。
现在这个莲花是画好了，我们接下来要上面要写心经。